こんばんは。こんばんは。なんか落ちてました。リラさんはね、昨日マジでアホみたいに眠りすぎて、昨日日曜日アホみたいに眠りすぎて、もう今日全く寝れなくて、やっとお昼の12時ぐらいに寝れたって思ったら30分後起きて、また寝れなくて、で5時半前ぐらいにやっと寝れて、30分ほど寝れて今起きました。わかんない、もうなんか眠りすぎて、なんか眠いんだけど寝れないっていう、なんか悪循環なんですけど、マジで本当に日曜日アホみたいに眠りすぎた。本当病気みたいに眠ってました、日曜日。ヤクルト戦ってさ、結構寝れるよね。ご飯は、食べた、焼きそば食べた。何時か寝たか今はさちょっと考えたい。何時間寝たかと言いますと、日曜日は6時ぐらいに寝たんだよ、朝の。朝の6時に確か寝て、ソファーで寝て、8、9、10、11、12、1、2時ぐらいに一旦起きて、何時に起きたっけ、2時じゃないな、3時だ、違う、4時に起きた。まあそこで10時間寝てますね。4時に起きて、でなんかいろいろ写真とか整理してて、でまた8時くらいから寝たんだよ、夜の。9、10、11、14時間ぐらいだな。14時間ぐらい寝てますね。14か15かどっちか。地震あったの？待って、地震にも気づかなかった。地震にも気づきませんでした。本当だ。やばい、死ぬもしかして死にますかね。地震が止まらないですね。
死んじゃうんかな。で、昨日は11時に起きて、夜のね、もう絶望なわけよ。もう一日を無駄にしてしまったっていう、もうなんか寝不足だったから、こんな寝れてよかったっていう感じではありましたけど、もう絶望。絶望して、とりあえず薬局に行きたかったから、駆け込み薬局して、で、まあ、友達ん家が近いんですけど、友達に連絡して、友達ん家に行って、っていう一日を過ごしてました。こんばんは。雨降ってるんでしょう。またを出してほしい。寝すぎるとね、寝れんくなるから後悔するんよな。だって土日もショールームしようと思ったのに、土曜日は友達と遊んでたから無理かもだったけど、日曜日とかショールームしようと思ってたのに、はあ、眠りすぎてできないっていう非常事態よ。もう久しぶりに寝た。こんなに気がする。だってね、多分ウニがガチャガチャしてるので絶対起きちゃうんだし。けどウニがガチャガチャしてるのにもかかわらず、こんなに寝たのは久しぶりだなって思って。台風2号が沖縄に向かってきてるとか。もうそんな時期？眠りらちゃん。でもね、眠くはないんだよね。てかさ、もうクーラーがつけたい時期だね。なんかね、暑いね。なんか寝て起きたら汗かいてる、いつも。なんか暑いのかも。埼玉なんやけど16ミリ降ってるから駅から出れない。16ミリ？ 雨のミリ数を知ってるの？
昼も暑くない？でもさ、梅雨が始まるじゃん。梅雨が始まるとムシムシしちゃってさ、それだことになるね。強めの雨が1ミリとかやかからめっちゃやばい。そんな降ってんの？なんだけど最近の悩み言っていいですか？うちのフェレットの預かってるウニくんがうんちを、うんちをする場所を忘れてしまって、なんかもう全然砂じゃないところにするようになってしまいました。悲しいです。どうしてどうしてウニ、最近なんでさ、最近なんでそこで絶対さそこでするの？やめてよもう。ちゃんとさあるんだからね。えなんでそこにするわけ？本当にもうっていうのが悩み。え、掃除してるよ。違うの、なんかね砂の場所をね勝手に動かすの自分で。なあ、だからね砂の場所を勝手に動かすから、なんかいつも端っこでしてるんですけど、そうやめてよ本当に。って感じです。もうねちょっと月曜日じゃないですか今日。もうテンション上げていこうと思って、月曜日嫌な月曜日がまた始まる。もう始まってますけど、もうちょっとね最近もうなんかテンションが下げ下げモードだった気がするので、テンションを上げていこう。テンションを上げる習慣にします。今週はイライラはもうしてないんですけど、全然、うん、寝てる時にガチャガチャするのが一番うるさい寝れたいってなるんで、全然もうこんなところにうんちしてもらっても全然構わないんですけどね。このこともいつお別れしてるのか分からないから、なんかストッパーみたいなの売ってるの発見したから買おうかなって思います。いつも陰気だっけ、失礼な陰気だよ。でもさ、リオってさ、なんかネガティブ人間でもなければポジティブ人間でもない、なんか中間のさまよってる人間だと思うんですよね。え、マジで
そう、中間をさまよってる。なんかもう陰キャ陰キャなのうち。なんかネタで、あ、私陰キャなんでとか言ったりするけど、うちって陰キャなんかな。でもなんか高校の時は、なんかさ、陽キャの中にいるなんか静かなやつっているじゃん。陽キャだけど静かなやつ。私は多分そこにいました。陽キャのいつも寝てるやつみたいな。いるよね、なんかそういう人。そういうタイプの人間でありました。やっぱさ、モチベーションがないと、やっぱモチベーションとはって感じだったけど、やっぱモチベーションがね、モチベーションが欲しいですね、なんか。多分もうあと30分はガタガタうるさいんでごめんなさい、先に謝ってきますけどね。ちょっとね、嬉しいことっていうか、なんかちょっとなんか楽しみかもみたいなことがあって、なんか私、まあ、沖縄出身なんですけど、一番そのよくして私のことを救ってくれたっていうか、なんかすごい気にかけてくれた友達で、パリピさんって人がいるんですよ。名前は別にあるんですけど、パリピさんって方がいて、多分知ってる方はね、知ってると思うんですけど、パリピがね、なんか6月にこっちになんか旅行で遊びに来るから、なんかリランチに泊めろっていう連絡が来たんですよ。だからもしかしたらパリピが東京に遊びに来るかもしれなくて、絶対来いよって言ってるけど、わかんない、まだ来るかどうかはわかんないんだけど、けどもしかしたら来るかもしれないっていう、ちょっと楽しみがあって、マジうるさいんで、あの人はもう根っからの陽キャなので、なんか来たら毎日騒がしくなると思う毎日騒がしくなるけど、でもね、やっぱりもう沖縄も半年くらい帰ってないし、タラは気軽には呼べんけど、配信してほしい。マジであの配信やばかったよね。煮卵配信の時から見てる人なんているのかな。もう本当あの煮卵配信が事故。
でもタラはもう一回うち来たことある。けどなんか東京観光に付き合えみたいな感じだったから、1週間ぐらい来んのかな。だから1週間パリピとなんかその辺を、顔出しは多分しても大丈夫、大丈夫だと思うよ。パリピと東京を楽しもうかなって感じ。ねえウニ、まあね、でもあの人はね友達いっぱいいるからね、なんか絶対なんか友達に会いに行くから、そんななんか多分泊まりに帰っては来るけど、多分勝手にどっか行ってるタイプのリングなんで、もう好きにしてもらって。なんでウニって名前なの。なんで、私もわかんないわかんない、それは飼い主しかわからん。メンバーくらいしか友達おらんしな。待って、うちメンバーもメンバー以外にも友達はいるよ、ちゃんと3人くらい。でもね、パリピアな飲ませ上手だからめっちゃ飲ましてくるけど、私はそういう飲み方は嫌いだからね。なんか飲みに行くなら勝手に誰かと行ってくださいって感じだから、ちょっと私は拒否というかも遠慮します。お昼は寝起きてたよ。ちょっと待って。あ、家飲み
家飲み、家飲み、家飲みとか全然したことないかも。っていうか私引っ越してきてからここの家でね、引っ越し、ここの家に引っ越してきてからここの家でお酒飲んだことないかも。焼肉を、焼肉は一回しかしてない。焼肉一回しかしてないな。あれ引きたら青森とシークワーサーとハブ酒買ってきて沖縄パーティーしよう。ハブ酒嫌いで家飲み、私でも居酒屋とかで飲むよりかもなんかそっちの方が好きかも。まあでもね、パリピには絶対来てもらう、絶対もう来ようかなって私に確認してきたからには絶対に、絶対の絶対にもう来させる、もう来てもらうしか、もう来てもらわないと困るうちの楽しみがね、やっぱり何かハブ酒ってさ、結構自家製ハブ酒とか多いからさ、何か飲むところによって味違いそうな気がする。でも私ハブ酒はダメなの。な2、3回ぐらい飲んだことある。何か仕事の打ち上げとかでハブ酒飲んだことあるけど、もうバカ酔んで。パリピはもう私と一緒に寝ますよ。それはそれは。パリピは今一緒に寝るか、もうソファーでどっちかが寝るかですね。でもパリピはね、なんか一回なんか私がなんかホテルに泊まってた時期があって、なんか3週間ぐらいなんかホテルに家出してた時期があってあのその時になんか泊まりに来てくれたりしたから、なんかシングルベッドとかで一緒に寝てたよその時は。パリピなんか車とかでも寝たことある。車中泊多分どこでも寝れるんじゃないかな。なんか2020年になんか結構コロナの時期になんか東京行ったりとかやっぱするじゃん、仕事とか。それで帰ってきて、なんかやっぱりね、あの時はみんなコロナに敏感だったから、なんかまあ家に帰りづらくって、
なんか自分でホテル、その時ホテル激安だったから、コロナの時ホテル取ってなんか 2,3 週間ぐらい一人でホテル生活してた時期があって、その時になんか泊まりに来てくれてた、遊びに来てくれたりしてました。でもね、幼稚園からの幼馴染も就職でね東京に来たの。だからなんか、まあ、その子は東京に住んでるわけじゃないんだけど、でもなんか会おうっていうふうになんかなってるから、まあ、そのことも、まあ、幼馴染だから仲良ちなんで、まあ行けたらいいなっていう、あ、遊びで行けたらいいなっていう感じですね。なんだかんだね、なんか就職とかで出てきたりしたかも。パリピは東京で会うのは初めてかな。東京で会うのは初めてです。楽しみ。本当来なかったらもう激おこ案件来ると思うけど、来なかったら激おこ案件です。やばい、時間ない。待って、時間がない。6月かな、来月。おっと、やばい、思った以上に時間がなくてびっくりした。激おこ？友達に怒ったことないかも。ゆうちゃんしかないかも。友達に激おこしたの。服部さんには、それこそ何回も激おこしたことありますけど、あんまり人に怒んないな。
か一緒に住んでた時期があったので、なんかもう衝突することもありますよね。リラナルの喧嘩話はでもあれは言うてもう本当に出会って半年後ぐらいの話だからね。なんかナルがよくリラナルの喧嘩話してるからめっちゃそんなすごかったなみたいな感じだけど、ナルとはあれ以来喧嘩したことない。本当1年目だけなると喧嘩したのは、まあね、リラナルの喧嘩話がなんか知りたい方はなんかナルタオチャンネルにね、なんか上がなんかそのエピソードを話してるのがあるんだよ。なんかギョーちゃんとセリカとナルタオでなんかやってるなんか思い出裏話みたいな。やつでなんかリラナルが喧嘩してる話。あると思うから、まあ、気になる人は。それを見てください。ウニ君が寝ました。珍しい。でも本当に喧嘩したことない。ヒーとはなんかちょいちょい口喧嘩みたいなのはしたかな。でもなんかそんななんか喧嘩っていう喧嘩はマジでなんか人としたことないかも。喧嘩嫌い。平和主義なんで、やっぱ平和に生きていたいタイプなんで。でも人間というのは日々成長するもので、私ももう人と喧嘩なんてしなくなりましたよ。マジで最近人と喧嘩した記憶、まあ、親とかとは喧嘩するけど人と喧嘩した記憶もうないな、ここ最近は。ないね。喧嘩してもね、いいことないからね。え、ヒーリラって喧嘩テレビでやってたの？やばいじゃん。記憶にないんだけど、リラ。
明日は寒いらしい。そうなの？そうなのか。なんか暑くなったり寒くなったり、ほんと天気も忙しいね。そうだね、傘持ってかないとだね。てかね、自分でね髪の毛をね紫にしようと思ってね頑張ってたんだけどね、なんか全然紫になんなかった。紫の度合いが足りなかったらしいよ。見せて。ちょっと今めっちゃバタ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 だから、また見せるね。でもほんと全然紫感マジで皆無、なんかほぼ茶色だから、またカラー剤買ってやろうかなって。あ、インスタリンク直してない、直す。あ、ねえ今日さ、トークポートのさお話し会の28日のお話し会のあれが、あの今日なんで発売される日、ちょっと皆さん何卒お願いします。なんか今回枠をちょっと少なめにしてて、なんか完売したら増やしていくみたいな感じだから、なんか早めに撮ってほしいです。あのトークポート撮ってくれる方、早めに撮ってほしい。脱色してない。でもなんかブリーチっていうかカラー剤がなんか多分あんまり少なかったから、今回だからあんまり染まりにくかったっていうのもあると思うんですけど、でもまたカラー剤買ったら補充しようかなって、紫チャージしようかなって思ってます。とりあえずお話し会みんな9時からだから、今日の早めに撮ってくれたら嬉しいっす。祝謡です。
まあ、魔獣の舞台来てくれた、来てくれて話した方たちはそれぶりに話せるのかな、ちょっと楽しみですね。あ、でもなんかほんのり紫なんだけどさ、今ほんのり紫かわいいかも。ちゃんとがっつり紫にしたい。薄紫ぐらいかな。待って待って、マジ時間ない、時間なくてやばいんだけど。なんで紫、なんかねこの時期は紫にしたくなるんだよね。多分去年のこの時期もなんか紫にしてた気がする。なんかこの時期はね紫にしたくなるんですよね、なんでかしら。そういえばいつもより長くやってね、ねやばいのマジで終わらないとやばい、のんきにしてる場合じゃないんですけど、なんか雨降ってるからっていう理由にでもしときます。なんかのんびりしてますね。アジサイ色だからかな、わかんないけど。でもね、その染めたやつがね、なんかカラーバターっていうなんか 90% なんかトリートメント成分のカラー剤があるんですけど、それで染めたからなんか髪が今日めっちゃサラサラしてる。アイロンして行かないと。そう、なんかね髪に優しいよね、 90% トリートメント成分って。だからなんかねめっちゃサラサラしてます。やばい、ご飯を食べる時間さえもないことに気がついてしまった。おにぎりぐらいコンビニで買って駆け込み食べればいいんですけど、ってことでこの辺でランキングを見ます。なんか後半バタバタで申し訳ない。13位ジャーリングさん、ありがとうございます。そして12位がコーレル音楽さん、
ありがとうございます。そして11位が長崎在住のにゃんサイジンさん、ありがとうございます。そして10位が食べ過ぎ飲み過ぎさん、ありがとうございます。で9位がたやきくん、後マークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がイーレックさん、ありがとうございます。そして7位がともかずさん、ありがとうございます。そして6位がとしさん、ありがとうございます。そして5位が YK さん、ありがとうございます。そして4位がおろろさん、ありがとうございます。そして3位がキングスさん、後マークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がとりあえじさん、ありがとうございます。そして1位がガラパゴスさんです、ありがとうございます。ということで今日はバタバタで申し訳ない、また顔出し配信します。ということでこの辺でさよならんりー、バイバーイ。